こんにちは、カルダの枝10万円勝負です。今日は2022年の8月27日を5分ほど過ぎましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝購入値段は 61.3 円ということで、相変わらず60円台の前半ということですが、これ15分足ですけども、一旦ね、下がって、8時からはじわじわと一応上げてはきているんですね。はい、それではまあ59円から61円、62円までということですね。はい、もう全体の流れはね、ちょっと悲しいことに、こう下向きなので、はい、ちょっとね、ここら辺でも粘ってくれないと困るなというところですよね。はい。で、あと3日ですか。はい。ちょっとね、これが赤にはならないかもしれないけど、まあ、この大きなカーブがね、まあ、こういうふうに止まってくれただけでもよしなのかもしれないですね。はい。じゃあ、ツイッター見ていきたいと思います。はい、まずハードフォークですよね。バンシーさん、5時27日の現在のノードバージョン割合ということで、こちらが 35.3、右側が 50% ぐらいですね、変わっているということで、はい、こちらリレーノードの方が 62% ということですが、じゃ実際にね、一番最新のデータをちょっと見てみますか。はい、こちらですね、ブロックス、まあ、このエポック、このね、この時間軸がここにあるんですけど、これを一番最新のつい先ほどの1時間という感じですかね。この1時間にすると今 69% が変わっているということですね。ここに書いてあります。 69% が 1.3、5.3 に変わったよということですね。はい、まあ、これがまあ、なんていうのかな、1回変えたのね、また古い場所に戻すという人はそんなにいないと思うので、まあ、これが多分維持されて、だん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 増えていくということになると思うので、はい、明日1日過ぎたら、もう次のエポックに切り替わるので、このエポックで、どこまでね、いくかっていうところが、ちょっと注目かなと思いますけどね。はい、でももう次のエポックぐらいにはね、もう 75% にいって、ハードフォークできる状態になるんじゃないかなと思いますね。はい、しっぽさん、体の習慣開発リポート、8月26日、開発されたプロジェクト93、構築中のプロジェクト1075、ネイティブトークン 5.9 ミリオン、トークンポリシー6万、プルータスクリプト3000、GitHub コミット数3200ということで、こちら、エッセンシャルカルダノからの抜粋ですね。はい、これ日本語で出ているのっていうのがいいですよね。はい、ゆうたさん、イッサさんによる大手町カルダノ講義メタバースでも中継されてますということで、カルダノカフェの、レポートですね。はい、こちらがカルダノカフェでの講義、ですね。はい、そしてお店の様子がこんな感じ。はい、大手町ということですのでね、はい、こんな感じで、はい、とても綺麗なお店ですね。はい、昨日も拾いましたけど、隔週でね、お店をやってるということですので、東京の方はね、私も東京行ったら行きたいなと思ってます。ぜひお越しくださいっていうか、お越しくださいっていうのもいいな、おかしいな、行ってくださいね。はい、コインポスト大手クラウドサービス、なんていうのかな、ハツナーっていうんですかね、イーサリアムのノードなどに警告と。はい、ノードシェア上位のハツナーっていうのかな、ドイツクラウドホスティング大手が、大手ハツナー、ごめんなさい、ちょっと呼び方は分かんないんだけど、イーサリアムを含むマイニングやステーキングを目的とした利用を禁止していることを確認した。こちらのデータによると、イーサリアムメインネット上の全ノードのうち約 62% がホスティングサービスを使用している。そのうち、ここの会社が 17% を占めており、Amazon Web サービスに次ぐ規模だと。ノードとはビットコインやイーサリアムのような分散型ネットワークを動かすコンピューターのこと、複数の機器がブロックや取引データを検証するソフトウェアを実行したり、データや状態を分散保有することで、ネットワークの継続的な稼働が維持される。そのため、ノードが高度に分散され独立した組織に維持されているかは、ブロックチェーンネットワークの健全性を図る指標とされると。もともとこの会社が5月に同社のサーバーを利用した仮想通貨マイニングの禁止について規約に明記していた。しかし現在もマイナーを含む仮想通貨関連ノードが利用を継続しているため、Web3W3B クラウドの
なんとか共同設立者によって矛盾が指摘された。レディット公式チャンネルでは、ユーザーが仮想通貨のブロックチェーンノードを実行することが許可されていますかというスレッドを設置。こちらの会社は23日の回答で、イーサリアムを含むあらゆる仮想通貨関連のノード運用を禁止していることを改めて認めたと。でこちらにはね、プルーフオブステークも含まれるということなので、はい、ちょっとお気づきだと思いますけど、じゃあね、カルダノブロックチェーンのノードはどうなんだということで、先ほどのプールツールというね、サイトを見ていくと、この下にね、どこを使ってるかっていうのがあるんですけど、今ちょうどね、多くが AWS で、その次が先ほどのハッツナーというところだということでしたけど、カルダノの場合はね、3番目だということですね。AWS が1番というのは同じ。はい、で、こちらの Not in Data Center ということなので、まあ、ここ、会社じゃないから、これカウントしないとすると、さっきのね、記事の通りだということになります。なので、カルダノのここのハッツナーというところが3番目の何パーぐらいかな、これ。13% ぐらいのノードは、ちょっとね、規約に違反してるのかもしれないですね、今の話の通りだと。はい、プルーフオブステークもダメだということなので、ちょっと、気になる問題かなと思って取り上げました。はい、私の場合はちなみに AWS なので、まあ、ここにね、集中しすぎちゃってるっていうのもちょっと問題だと言われることもあります。37% がね、AWS なので。はい、はい、組長ちゃん。BTC ドミナンスが下がり続けて 39% になった。2017年バブルの時の 32% と過去最低まで下がった。冬の時代は約 70% ぐらいまでいってた。いかにアルトが死んでたか。また次また 30% 前半はアルトにもっと資金が流れ込まんとそこまでいかんやろうなと。 BTC 級の時代は少しずつなくなりつつあると思うということで、コインマーケットキャップを確認しますと、ビットコイン確かに 40% 切ってますね。 39.69% ということです。で、エイダは 1.55 ということで、いい時 4% 近くいってたような気がするんですけどね。はい、まあちょっとね、厳しいなと。で、こっち組長ちゃんのおっしゃってるこれはですね、やっぱり他のアルトがもういっぱい出てきて、少しずつじわじわ上げてるんでしょうね、きっとね。はい、で、まあ僕らとしてはここですよね。やっぱね、ここが 4%、5%、10% と言ってほしいなということですし、もう順位もだいぶ下がってきちゃったんでね、はい、またここら辺にね、突っ込んできてほしいなというところです。はい、こちらエマーゴですね。ブロックチェーンの公式商業ムーブオン、エマーゴのベンチャー部門であるエマーゴベンチャーズはエイドテクノロジーへの投資を発表し、社会にプラスの影響を与える Web3 製品とサービスの拡大を加速しましたと。はい、こちらエマーゴのホームページですね。エマーゴベンチャーズが AID テックに投資し、オンチェーンレピテーション&リバーズのための Web3 ソリューションを前進ということで、ちょっとどこから行くかな、ここからにしようかな。エイドテックのボランティア&アンエコシステムは、カルダノの Web3 コミュニティからアクセスできるようになります。エコシステム内の検証済みボランティアには、カルダノの NFT マーケットプレイス FIBO で認定 NFT が発行されます。カルダノのエイダユーザー向けのオープンソース暗号ウォレットである鎧ウォレットは、エイドテックのボランティア&アンエコシステムと統合され、カルダノのエイダユーザーのオンランプとして機能します。また資金調達ラウンドは、こちらの COO である、こちらの方が参加しています。 AID テックは有名な国際援助機関と協力して、デジタルアイデンティティソリューションを通じて十分なサービスを受けていない人々に即時かつ透明な支払いを提供してきた成功実績がありますと、エマーゴベンチャーズのパートナーは述べています。エマーゴベンチャーズは、カルダノの Web3 拡張を襲った事前活動のためのより社会的インパクトのある Web3 ソリューションを構築するためのエイドテックの取り組みをさらに支援することに興奮しています。エマーゴベンチャーズが AID テックに投資することを嬉しく思います。カルダノのエコシステムのリーダーとして、私たちはコミュニティが現実世界のアプリケーションを使用し拡張したいと思っている製品を構築する大きな可能性を見出していますと、エイドテックの CEO は述べています。私たちは何百万人ものボランティアがいるクライアントのために Web3 ウォレットを構築する大きな機会を得ています。このスペースは Web3 ウォレットの分散型アイデンティティによってのみ可能となる、以前はキャプチャーされていなかった価値をキャプチャーする新しいパラダイムシフトであると考えていますということで、ボランティアトゥーアーンということで、はい、ちょっとね、これ面白い取り組みだし、すでに実績があるところにカルダノブロックチェーンが絡んでいくということみたいなので、これはね、もう早くいろんなところに広がってほしいなということですね。
ちょっとボランティア&アンですね。ボランティアトゥアンって言っちゃったけど、ボランティア&アン。ボランティアトゥアンって言うと、稼ぐためにボランティアをするみたいになっちゃうから、よくないのかな。ボランティア&アンですね。はい、ビットタイムス。これ、体のじゃないんですけどね。シンクロライフ、東急プラザ渋谷でビットコイン 20% 還元祭開催ということで、はい、こちらちょっと記事を読んでみますが、食レビュー投稿や飲食代金デジタル資産が集まるトークンエコノミー型グルメ SNS を提供している株式会社銀冠は8月25日に暗号資産取引所コイントレードや東急プラザ渋谷と協力して東急プラザ渋谷全18店舗の飲食店で飲食代金 20% をビットコイン、イーサリアムなど暗号資産や東急プラザギフト券で還元するビットコイン 20% 還元祭を開催すると発表しましたということで、これ面白い取り組みですよね。はい、渋谷なので東京の方はね、ぜひで、店舗が下の方に書いてあって、あ、開催期間が9月1日から10月31日までで、暗号資産が750万円、配布するまでやるということですね。はい、でこちらにお店がね、タリーズコーヒーとか、行けば分かるような感じでしょうし、普通に、ね、入れるお店ばっかりだと思うので、はい、非常にいいと思います。ただ、一つがここですね、暗号資産取引所トインコレートイコイントレードの口座開設というのがちょっと必要になりますけどね。はい、でも 20% 還元されるということであればすごいですよね。1万円食事したら、2000円分のビットコインがもらえるということですので、ちょっと面白い取り組みだなというふうに思いました。はい、では値段に戻りましては、60円台に入りましたね。60.94円、はい、14,012.9×60.94 で元本が10万円ですので、計算しますと753,946円のプラスということになりまして、はい、753.9% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。